えー、こんにちは今回は新型コロナウイルスの儲け方についてね追加でお話ししようかと思います、まあ、この話はもう1年以上してきてるわけなんですけどもあの新型コロナウイルスって言っても,もうかなりね旧型になってきていわゆるありふれた単なる風という、ねまあ、考えもあるんですけどもそのことについて今回言いたいわけではないんですよ新型コロナウイルスというふうに判定するのは PCR 検査が主ですで PCR 検査で陽性と出ると一応ね 隔離措置とか健康状態の維持とか自然治癒を望むためになんか特別なことをするみたいなことがありますけどもぶっちゃけ今はね自宅で静かにしといてくださいみたいな感じで単なるだから風邪にかかった時と同じような対処方法なんですよね特別な薬を打つとかなんか注射をするとか入院して何かをするっていうのはよっぽどの例なんですよでこのことについても今回お話したいことではないんですが今回は新型コロナウイルスについての儲け方の補足ということでお話しますね えー、というのがね、保険会社各社コロナ保険というのがほとんどの会社もうね適用されてますしかもこれがゆるゆるなんですよで毎月毎月3000円前後でコロナ保険に入っておいてで、えー、その保険が有効になった瞬間に PCR 検査を受けまくると10回ぐらい受けたらね1回ぐらいは陽性になるんですよそれは何かでねで陽性になったら陽性証明書を持って保険会社に請求すると大体10万円ぐらい1社出るんですよ ですんで、10社ぐらい契約しておくと、すぐに100万とかになるわけなんですよね。しかもこれは一時金で10万。で、1日あたりの入院として1万。だから10日間の今はね、隔離措置があるとしたら、自宅で入院扱いになるわけですから、で、合計で10日で10万でしょだから合計して20万が1社から出るってことを考えたら、例えばね、10社契約して、一旦、えー、PCR 検査で、えー、陽性になると、まあ、200万円ぐらいかね。 転がり込んででくるとといいうことでございますその他にね所得保障保険ってのも出るらしいんですよプラスアルファで、うん、いや少し前までこれは出なくあのなかったんですけども最近はね結構扱うところが増えてきてさらに障害保険も出るということなんでなんか濡れてにあのこの保険金業界らしいですいや私はわざわざやろうと思わないんですけどもねまあでもこんな方法が今横行していてもう今しかないってことでねなんかこう 結構ねねねね利用されてるみたいいででですす、ね、なんか寂しいです、ね、でも、ね、こんなことになっていてあの陽性者がだって今のね、あのー、過去最大のあ感染者とかね多分報道されてると思いますがテレビ見てないんで知りませんけどもそれによって多くの人が不安を感じるのはまあ、これは仕方がないことだと思いますけどもあの過去最大の陽性者のそのね裏側ではこうやってお金目当てにわざわざ陽性になるリスクを買って出る人が 爆増したっていうね、この情けなさがあるということでございます。これ保険のね、原い出し金額も結構なものになってますので、あの、裏取りまではしてませんけども、保険会社の方は結構ね、コロナ保険売れてるんじゃないですか、うん。なんか、これでいいのかなと思っちゃいますけどもね、うんな。何に踊らされてるんですよね、私たちはね。うん、はい、ということでね、具体的な方法はメンバーシップの方でお知らせしてますんで、ここではお話しいたしません。まあ、現象だけを今日はお伝えして、 なんだからってことを感じていただければと思います。それでは行ってほしゃい。